原宿の母の弟子で、僕、うん、あの代々木に住んでるんで、代々木の老いっていう名前なんですよ。なやそれ、なやそれいや、なんかちょっとなんかボケましたよ今。いや、なんかエピソード見たらなんかボケましたやん。いや、まあボケ、まあそうですね、原宿の母の弟子で代々木の老いおもろないんやから手見とけ言っちゃったそれ。